皆さんこんにちは、淡井圭介です。2024年1月の17日、19時、11分、先ほど、持ち帰ってきた、その宿題の、もの、一通り目通しまして、ホームページの方に一応これ、全部写真画像を、ホームページの方に貼り付けておいたんですけども、ちょっと手ぶれ等があってはっきり写ってない箇所が多いので、見てもらいながら、説明しますね。これまず一番最初の表紙のこれ申請時期からちょっと見てみましょうか。出願日、平成の30年、画面ぼやけるかな、どうかな。ちょっともう読み上げていきますね。平成30年3月12日で、これは特許の、出願公開番号なんですけども、特会、2019-56363。もう画面見えにくいので、言葉で言っときますね。あと、下に、こういう円に近い方の括弧で、P2019-56363A 括弧閉じるなんですけども、僕の家に河合杏里さんが訪ねてきてたのが2015年ぐらいだったと思うんですけども、その当時法務大臣の河合さんが法務大臣で、公職選挙法違反ということで、事件になっていましたけども、河合杏里さんが僕の自宅に来た時に、仕事のことで来たんですけどもだったんですよ。でこちらは、他の人たちの結婚もできてない部分があって、さっき結婚せいっていうことにこっちはなってますけども、で、全然話噛み合わなかったんですけども、その仕事に関してもね、アンリさんの方から、例えばどんな仕事を云々とか、そういうこと一切何も聞いてないんですよ。もうすぐさっと帰っちゃったんで、何だったんだろう、今のは。っていう、レベルの話ですね。で、2015年ぐらいでしょ。で、その後にこれが出来上がってるんですけども、これね、一応形状、しっかりと画像を後で撮影、もう一度し直して見れるようにできたらいいんですけども、どうしてもこう、ぼやけますよね。この辺のところ、これ、水路という形で、放流水を利用して、僕の地下水流トンネル発電とはちょっと違うんですけども、その圧力をかけるような形で、で、これ、こちらの方の図面見てもらったら、一応ね、リニアっていう意味は、トンネル、リニアっていう意味は、直線っていう意味なんです。で、僕のストレートトンネルのところとちょっと似ている部分はあるんですけども、こういうふうに水を下に通らせて、水車を置いて発電すると。で、ギア云々等も、ボールベアリング等も書いていて、この辺のところは、符号の説明のところですね。流水路が10番、11番が側壁、12番、側壁、15、水門って書いてあるんですよ。僕の話聞いて、特許を多分出願した人たちなんだろうなっていうところなのと、ちょっと違うところは、河川丸ごとダム化して、その水圧によって発電するっていう部分で、違う部分があると。だから、この形式だと、水車を、そのコンクリートの壁だとは思うんですけども、その上に水車を置いてるから、高い水圧の時に、地震とか発生した時に、僕の回転扉は、こういう風な形で回る。水車が横になって、
横はね、まあ、こういうふうな形になってる回転扉、まあ、こういうふうな形で、まあ世間にも公開してたと思いますけども、そのシャフト自体が支えになってるんですよね。その周りの枠のコンクリート柱になってるんですよ。で、地震が発生した時にそのコンクリートの上にこう水車を置いてるんであれば、まあ金属製の水車だとは思うんですけども、まあ、ギアもついていてそれなりに発電しようと思ったら高い水圧に耐えれるように丈夫な金属でなければならない。まあ何が言いたいかって言ったら、要するにまあ鋼にしても何にしても厚みがそれなりにいるっていうことなんですよ、シャフトも。っていうことはそれなりの重量が出てくる。でそれをあのコンクリートのその水路の上に置いていくと、地震ある程度の地震で揺れた時にその水路自体がまあコンクリートで、まあ破砕がしやすい、ひび入りやすい、割れやすい、まあこういうふうなことになってくると思うんです。まあ、もちろんあの震源地がどっかによって話だいぶ変わってくると思うんですけども、まあその河川のところを僕の場合はダム化して、そこから地下水流トンネル発電を、まあ、地下水流ストレートトンネル発電という形、まあ、ストレートのトンネル、まあ、こちらで表記されているリニアみたいなものですね。だから僕が言ってた内容を、まあ、多分ちょっと違うような形で作られた。で請求事項のところ、請求項のところも、まあ、複数あって、で、まあ、6番まであるみたいですね。だから、まあ、その辺のところとかも、これどうなるのかなと。先に特許出願された方たちと、例えば僕は特許出願したときに、そのストレートのトンネルでっていう形状、結局今日の話だったら、なんか水路云々みたいな話になっていったんですよね。で、水車として扱ってみたいな形で、まあ水元さんの方は。で、まあ結局こういうのがあるみたいな話になってたんですよ。で、だこれだと上に乗せる、まあ、まあ断面図見たら、よくわかると思うんですけど、上に、まあのよ、こちらはわかりやすいですかね。まあ、水路の上に結局、まあ、乗せてしまってる形で、両サイドに、タービンとコイル、まあ、30番のところが、この30番のところがタービンコイルだと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。符号のところで確認します。30番。発電機と表記されてますね。まあまあ、日本語に直すと、まあそういうふうな意味合いになってくるかと思うんですけども、まとめて言うと。まあ、だからタービンコイルっていうことでしょうね。ちょっと待ってください。これね、符号のところ結構番号多いんですよ。まあ、急に先の方の番号とかにも飛んだりしてるので、例えば87番から次100番とか200番とか300番、400番とか一気に飛んでるんで、間の番号にまだ何か入れるつもりだったんですかね。まあ、この辺のところが、まあ僕と違うところで、結局これ、どう思います？その、まあ今、主に話してる相手、まあまあ、一応、ご質問の方たちの耳には入れておくとして、で、まあ、岸田さんとかね、これ、自民党の方で話、どうなってらっしゃいました？これ、何がどうなってるのかっていうところを、まあ、千葉県の方が出願されてるんですね。で、あとは弁護士さんが1名と、弁理士さんが1,2,3、まあ出願者の人が発明者ということになってますね。
これ結局裁判しなきゃならないっていうことですか。これ僕はまあ、この請求項のところでね、まあ、勾配を有して流水が流れる流水路通って、まあ、要するに僕の地下水流ストレートトンネル発電の、まあ、傾斜がついたそのストレートのトンネルとか、まあ、そういうことだとは思うんですけども、これ先に請求、まあ、特許出願されて、その、まあ、優先権がまずこちらにあると。まあ、けど、もともと発案していたのは私であると。で、まあ、内容は、その、内部構造は、だいぶ考えてた内容とは違うんですけども、その、まあ、上に乗せるっていうのは、まあ、まずいといえばまずいでしょうね。複数発電機をまあずらーっとまあ並べていくとして、揺れた時にまあ横のコンクリートの厚みにもよるでしょうけども、金属の水車にはしとかなきゃ、その高いだから僕の河川水門回式玉発電で、例えばまあ向こう側の下流だとか、まあかまあ、それよりも広い加古川ですね、両サイド。だから水を、その、もともと人が、普段散歩してる、あの遊歩道のところまでね、含めて、もし水溜めれるとなったら、溜めれる水の量がとんでもないんですよ。で、僕の形式の、この、シャフトを縦にするような考え方で、シャフト自体が柱になるような考え方じゃなかったら、多分、地震がその例えば震度 1,2 とかが例えば50年の間にあの10回なり20回なり経験する程度であったとしても、上に乗せてるだけで多分老朽化早いと思うんですね。そのトンネル部分、まあまあこちらではリニアって表現されてますけども、まあ水路、まあリニア水路と言いましょうか。だからその辺のところ、もうだいぶ話ややこしくなってますね。もう、余計なんか時間かかる方向に物事が進んでしまってる。だから、その、僕を精神病院に閉じ込めて、どこまで物事しようとしてましたの話になるんですよ。本当に。この千葉県っていうところも正直よくわからない。この出願人の方がね。全然覚えのない名前の方ですから、ちょっと今請求項のところを6つある分を読んでるんですけども、なんか結局この内容で河川とかでこう作られたりとかもされてるんですかね。で、あとまあその後のまあこれ基本的にその請求項もっとあるか、9か。まあ、ちょっと書き方がもともとの様式とこの人の場合は違うんで、最初の方から要約のところが来てるんで、その後にすぐに請求項の形になっていって、
図面が来た後に、手続き補正書ということで新たに、補正したものを出して、まあ、請求項の数が6つになっているんですね。もともとは請求項が、9つあったと。で、あとは、まあ、この技術分野のところに、まあ、この、まあ、ちょっと分かりにくいと思いますけども、0001って、まあ、こういうふうに、番号を振り分けながら、まあ、次の、例えば背景技術のところが、まあ、0002とか、こういうふうな表記をしていくような書き方になるんですけども、特許の、出願する用紙って。で、これ、まあ、すごく番号多いんですよね。その途中で番号飛ばしてるわけじゃなくて、最終的に符号のところまで来たら符号の、まあ符号っていうのはこういう感じのものなんですけども、要するに番号を振ってそこの番号の意味を文字で表して表現すると。まあ、図面の方には番号を書いといて、その番号の意味っていうものを、まあ、こういうふうに書いておくと、符号の説明のところに。で、まあ、ここまでで117番まであるんですね。で、かなりまあ番号が多いと。で、うん、あとまあ、まあ、図面見て、これは水車の形状ですね。まあ、ちょっと僕の考えているところとあと違うところとか、まあ、シャフトの重要性ですね、メンテナンス性のところとかですね、あと、まあ、都のところの、その、真ん中に僕の場合は列車敷いたりしてるのはメンテナンスするときに、シャフトのところの、歯車のところとかが強い力が加われば、そこ、僕の場合はギア型にしてるんで、ギアのところがすり減っていく。車で例えると、クラッチがすり減るっていう言い方するじゃないですか。クラッチのところ、その、ギアとクラッチが噛み合って、まあ、どちらか片一方が、まあ、すり減っていったりして、まあ、金属の粉になっていくんですね。で、だんだん隙間が空いてくると。で、最後は、噛み合わなくなる。だから発電ができなくなる。だから、そのクラッチやギアの部分のところを交換しなきゃならない。で、それだけじゃなくて、で、その、シャフトのところ部分をね、僕のと考えでは工夫をしていて、シャフトのところを、一番上のところを十字にしておくんですよ。で、その上に、その十字の型に、はめ込むような形で、もう、サイズギリギリで作っておいて、もう最後ハンマーで叩いて、押し込んでいくような形で。で、周りが歯車になってる。ギアになってる。要するに、クラッチと言ってもいいし、ギアと言ってもいい。要するに、デコボコになってる。凹凸、こういう風な形になってる。それを周りにつけておくことによって、今度ね、ここは、このギザギザになってるところが絶対すり減っていくんですよ。仕組み上。だから、そこをメンテナンスするときに早く交換したいから、そこだけを、シャフトごと交換しようとしたら、回転扉から、まあ、この場合だと水車になるんですけども、全交換しなきゃなんなくなるでしょう。それしたら、ものすごく費用もかかるし、効率も悪いと。まあ、それも素早く、もう、素早く交換したい部分もあるんで、ハンマーで下から叩いてね、そのギアの底の、クラッチにしても、まあ、ギアにしても同じなんですけども、そのシャフトの部分のところの一番上のところだけ、そのギザギザのところだけを、こう、取り外ししてね、そこだけ交換するようにすれば、シャフトがまずダミーになることって、多分100年経ってもないと思うんですよ。真鍮の金属にしといて、まあ、鋼にしておいて、で、周りステンレス加工、羽の部分も。じゃあもう絶対水入ることないから、腐食することがまず考えられない。だからまあ、ただ、厄介なところが、先にこちらの方が、その、水路の形として、で、その、6つの請求項が通って特許が出願もされてしまった後なんですよね。だからこうなってくると、僕の方が先に考えていましたよっていうような形の、その、裁判になるのかどうかなんですよ。物がどういうふうなところに作られているのかどうかと、まあ、仕組み自体が違うといえば、まあ、
結構違いますから、細かいところまで見ると。だからそこは、その、先にこちらが出願した内容の請求項が優先権威があるとか、そういう話になるんであればね、こちらも証言者を用意しておかなければならない。で、二十歳ぐらいの頃に、すでにその手の話をある程度言ってある、河川水門解析ダム発電、地下水流トンネル発電のことを。で、今日、その、ご飯の方が大事だからっておっしゃってた方、昔だからフルーツラバークに来ていて、その話を聞いてる方であれば、まあ証言者になり得るなと。あとは、まあ、高島彩ですね。テレビ局のアナウンサーの。まあ僕は SD カードを送って、そういうふうな内容を、ある程度説明してあると。フルーツラパークで言ってた部分と、高島彩に向けて送った SD カードで言ってた内容と、まあどういうふうな内容を高島彩宛てに言っていたかと、確かに一応僕も言ってるのは言ってたんですよ。そのもう行政に任せてしまってね、作ってしまったらいいと、あとはお金さえ払ってくれたらいいっていうことを言っていたんですよ。で、まあ中国の三峡ダムとかを見たときに、ああ中国なんかいいですねって、標高が1000メートル、もあるところに三峡ダムってあるんですよ。だから高低差だけで1000メートルあるでしょ。傾斜がすごくつくと。で、水の量がたくさんあると。で、まあ、河川は三峡ダムから放水した後の河川は、まあ、蛇行しながら進んでいて、まあ、距離は、まあ、1000キロ以上あります。で、まあ、それをね、三峡ダムのところから地下水流トンネル発電型に地面の底を傾斜つけて掘っていくのであれば、まあ、各、上をその河川がある程度通過するところの直線上を選んで、ストレートにトンネルを掘ると。そうすることによって一番上の三峡ダムの水だけを使うんじゃなくて、河川水門解析ダム発電にすればそれまでの各河川がすべてダム化して大量の水をまず蓄えるところからスタートできると。そうすれば大量の水をそこに通して発電することができると。まあ、要するに、こう、三峡ダムがこう作ってるところで、まあ、途中の、まあ、この辺り、まあ、これが、500km ぐらい先の地点としましょう。まあ、そういうふうなところから、こういうふうに合流するような形でね、水を流し込めると。だこちらの方は一時遮断しておくと。ここに、蓋をつけておいて、まあ、開閉式の門でいいと思います。じゃあ、ここから先で発電できるじゃないですかっていうことになるんですよ。上の方の三峡ダムの水ばっかり使わなくてもね。まあ、そういうふうなこととかも説明していたんですけども。この件ちょっとだいぶ、もしかしたらややこしいことになるかもしれないし、またね、これ。またそんなに裁判するんですかの話になったら、またお金かかるでしょう。ちょっとね、これ本当、総理案件で、ちょっと、岸田さん間入ってもらって、別に、まあ、この人たちの言い分もある程度はあるでしょうから、誰からどういうふうに聞いて、どういうふうな経緯でこういうふうなものを考案したとか、まあそういうふうなことを聞いて、その、どういう事情かをまず聞かなかったら、その、一方的に相手を悪者だと決めつけるわけにもいかない。で、まあ、とにもかくにも、今すべきことは、早くその河川の水を利用して発電できるようにしなきゃなんないっていうことが、ものすごく重要なことであって、まあ、その辺のところをどうするのかっていう部分ですね。だからもう総理が間入ってもらった方がいいと思いますね。その河川法の、その、設置、法律的なところでは、河川法によると各都道府県知事に河川、にそのものを設置していいかどうかの許可を基本的に得ると。まあ場合によっては市長でも大丈夫なんでしょうけども、その河川自体がね、例えば神戸市の中だけにある河川だったら神戸市長の判断でそれは対応できるとは思うんですけども、どうかほとんど大きな河川ってその県とか、まあもしくは2つのまあ県を行き来したり、まあ風であったりとかもしますけども、島であったり、まあ各都道府県の2つの地域を、まあつながってる河川っていう状態のところはそこそこありますから、
だもう、なんかこういうことがあるから、早く総理がっていうようなことを、ずっと僕は言ってたんですよね。だから、まあ、この人の特許だけで、まだ分かってるだけで、これね、どこからどこまで探しきれるかっていう部分もあるんですよ、事実。その、パソコン内で。その特許って探したら、ものすごくたくさん出てきますから。だから、やっぱり全体的に、間行政入って、その、まあ、河川水門解析ダム発電とか、琵琶湖の、うん、まあ、河川水門解析ダム発電イコール地下水流トンネル発電でもあるんですけども、トンネル作って、何基も、回転扉とタービンコイル置いていく。まあ、回転扉のこと、それはもう水車みたいなことを言われたんですけども、水車でいいからっていうことを。まあ、特許庁の、水本さんに。まあまあ僕の方はメンテナンス性とかまでいろいろ考えてる、まあ琵琶湖用に適した内容で、その真ん中に列車引いといて、どうしてもクレーンで釣らなかったら、その、あとは発電機のタービンコイルの方、そちらの方が消耗してきた時に、基本的にコイルなんかは40年で発電所などが交換しますね。で、その発電所のコイル、まあすごく大きいですよ。で、解体するときなんですけども、長年電気通してるせいか、多分、金属疲労を起こしていて、金属はもう弱くなってる、脆くなってる状態なんですね。だから、高水圧の水で切ってるんですよ。カットしてるんですよ。もちろん、ものすごい水圧ですよ。もう人間の力で、こう、押し込むようなレベルのものじゃないですから、重機か、まあ、もしくは、まあ、ハンドルぐるぐるの万力の方でも、まあ、しようと思えばできるんですけども、まあまあ、どれぐらいの力を加えなきゃ回るかどうかは分かりませんけども、まあ、とんでもない水圧。その、まあ、切断した瞬間も大きなハンドがこう、ドンとこう、来たりしてますから、まあまあ、とんでもない水圧ではあるんでしょうけど、ただ、水でカットできてるぐらいですから、長年、電気を通電させる。まあもちろんそれは銅だと思います。電気の伝導率が一番いいのは銅か金で 87%。で、ただ長年電気を通すことによって多分脆くなってるんですよね。だから、やっぱり工業界のその金属のプロの人に聞かなかったら、それも長年仕事に従事してる人じゃなかったら、何年経過した時に明らかに最初加工した時よりもこの金属は弱くなってる、脆くなってるがわからないから、その若い人じゃその言葉で教えられるだけで実質的にどんなものかっていうところ、だからそこはまあ解体キングダムの映像でそれは見て、まあ多分そうなんじゃないかなっていうのが、まあ僕のまあ20歳ぐらいの頃にも同じこと言ってたんですけども、多分そうでしょうって、金属疲労でしょうって、まあ、一応高校生でも工業高校でも金属疲労は覚えるんで、学校で教わって結構重要です。金属の世界では金属疲労。それ知ってなかったら、まあクレーンとかでも、長年使い込んでるクレーンとかで、まあだんだん、重みが加わってるから、その、角度、基本的にクレーンってあんまりね、前の方に倒さないんですよ。前の方に倒したら重心の方が前に行くでしょう。だからクレーンって基本的にこれぐらいの角度で動かそうとするんですよ。それで物を吊り上げる。だから重力は真下にかかるからクレーンの方が倒れないっていうことになるんですよ。だけども、角度をこれぐらいにしていて、ちゃんとね、下の方に重心か、ある程度下の方に重心かかるようにしてるんですけども、これぐらいで急にクレーンがボキッと折れて事故を起こしてるケースもあるんですよ。もちろん、ぶら下げてるものが重たいっていうのもあるんでしょうけども、もともと、このクレーンの耐用重量は、何トン、もしくは何十トンであったのに、その範囲内で物を持ち上げてるのに、だけども、急に折れたっていうニュースとかがたまに流れたりするんですけど、それはもう金属疲労なんですよ。で、まあそういうふうな部分を考慮して、結局僕の場合は、琵琶湖の場合はね、その距離が長いですから、トンネルの距離が。
で、真ん中に列車引いといて、で、タービンコイルを、発電機のところ、そこは、タービンとコイルで本当は分けといた方がいいんですけども、実際大きな発電所はタービンとコイル分けてるんですよ。で、完全に一つにしちゃうと、量を一気に交換しなきゃならなくなるでしょう。で、最悪それ、現場でバラすって、もう、ものすごく大変なことになるんですよ。それ解体キングダム見てもらって、そこは、火力発電所や原発の大きな、1秒間に何十万キロワットも発電できる、コイルですから、かなり大きなコイルです。だから長さだけで10メートル超えてったと思いますね。だから、密閉しておくためにつないでるボルト自体がもうこんなボルト使ってるんですよ。で、緩めていって、で、クレーンで上げるときも、もう本当に少しずつ、上にしてる蓋をしてる、カバーが、もちろん、ものすごい金属なんですけど、重量がものすごいから、ゆっくり上げて、角度を合わせて、ゆっくり平行で上げていってあげなかったら、変に角度がついてしまうと、ボルトに、荷重がかかって、容器のその蓋の部分の、それによってこう歪む、曲がる、そうなると今度抜けなくなってくる。だから慎重に慎重に、ゆっくりゆっくり、両方今何センチ今何センチみたいな形で、誤差、今何ミリとか、ミリとか、もうセンチまでいったらもう危ない状態で、それでゆっくり上げていきながら、交換したりするものなんですね。ただ、僕の場合は基本的に琵琶湖に関する地下水流トンネル発電は基本的に20センチかける20センチと1メートルかける1メートルのものしか用意してません。これは飲み水とかで大阪府とかに、京都や大阪府に琵琶湖の水は回してるのであって、あくまでも20センチかける20センチと1メートルかける1メートルで継続して水を流すことによって高いギア比を上げていって、少ない水の量で高い発電量を得ると。こういうふうなことを目指して考案しているのであって、資源となる水には限りがあるから、そういうふうな形にしているのであって、一つ一つのタービンとコイルは小さいです。ただ数がものすごく多いです。だから何万機な、両方合わせると何十万機設置する形になりますね。100万機にはならないかな、どうかなっていうところですね。2センチかける20センチですから、10メートルの間に、40機ぐらいっていうことなんですかね。だから10メートル40機、100メートル400機、1000メートルで4000機。だから25キロぐらいだったら、かける4000機だから、10万機ほどですね。だから両合わせても100万はいかないですね。15万機には到達しないでしょうね。1メートルかける1メートルの方がそこそこ幅ありますから。だからその辺数で勝負なんですね。僕の発想の場合。合計してその発電機が、1機あたりでね、例えば、難しいと思いますけども、1万キロワット発1万キロワットも発電できたら、例えば20センチかける20センチの方の、回転扉で、それができたら、瞬間的な1秒間の発電量は億を結局超えるんですよ。だからすごく電力がいるのは夏場と冬場だから、あと夏場のお盆に関しては、日本中の工場が、操業停止になるんで、ほとんどのところが。だからその時は、発電量っていうのはかなり低下します。正直工場はものすごく電力使用してますから。で、
まあだから様子見ながら、20cm×20cm と 1m×1m をどちらを使うかっていうような状況で作るという発想ですね。だからそれさえできたら電気に関しては大幅に、分かんないですよ、作ってみなかったら。本当にどれぐらい発電できるかだけでも作るだけの価値はある。まあただもうこういう状態がもう僕一人絶対無理です本当に。ちょっとだからもうこういう話だから、ちょっと皆さんご協力していただけますかというところと、ちょっともう正直多分僕が特許を申請しても今度この話、元々の話証言とかしてなかったら先に申請してる人がいるからその請求事項無理ですよみたいな形になるんじゃないですか。でしょ、なるでしょ。でもこれ最初から本当は裁判なんじゃないですか。なんか僕これなんかこれ去年僕特許の件も裁判の中に入れたんですよ。これだからどうしたらいいのかな。まず高島彩を訴えたらいいのかなって、その訴え方はね、証言としてとりあえずちゃんと証言してくれっていう裁判別にそこまでまあ、何か特別、罰金を払うような形の裁判じゃなくて、とりあえず高島屋本当のことを証言してくれみたいな裁判をするような手順になってくるんですかね。で、訴えるところをこれテレビ朝日にしたらどうなります。高島屋が所属してる事務所じゃないと無理だみたいな話になります。またそれなったら嫌気さすから、高島屋が所属してるところを訴えなきゃなんないのかな、両方にしといた方がいいのかな、その辺和解みたいな話で進めた方がいい。いやもうこれ、ね、そちらの事情がどうなってるか聞かなかったら判断しようがないんですよ本当に。なぜこういう風な話になったのかのところで、いやだから僕も心当たりがあるのはちゃんと自分でちゃんと証言しますよ、お金は後から払ってくれたらいいかなってそういう話で、まあ確かに SD カードで送って言ってました。2017年前だったでしょう。だから2017年ぐらいの頃がその三峡ダムがあるから中国なんかはいいですよね。でもこんなの中国できてしまえば電気の部分に関してはこれもう絶対安泰ですよねっていうようなことを言ってたんですけども、ただたまに三峡ダムも貯水量かなり低下して取水制限までの話は確か聞いたことなかったと思うんですけども、けどまあ水位がだいぶ低下してたっていうこともあるから、あるにはあるから、だからその 1000km 以上あるその河川を開閉型で、ダム化していくっていう話にやっぱりなるんですよ。だから水を大量に要するに貯水しておきたいんですよ。まあ、ちょっとこういうわけで、まあ、佳子さんもこんなややこしい話持ってこられたら、正直、どうです？ご自分で裁判とかされたことあります？で、しかも僕のこの件って、ちょっとちょっと裁判のややこしいじゃないから、いろんな件がどうしてもつながってくるから、こう、国会でなんか話落ち着けます。ちょっと僕皆さんの様子このコメントだけ YouTube に上げて皆さんの出方の様子一旦見ますね。一応まあ自分の方で書類は作っておくには作っておこうとはしておきますけども、来週も発明協会の方行って、だけどもこれ多分もう僕の手に負えない段階に来てると思います。今のまま僕一人ではどう考えても証言が絶対必要だからどう考えてもねえ、みんなちゃんと自分から電話番号教えといてお互い連絡つけるようにしておけば僕だってあんなに激怒することもなかったし、君たちだってこんなにこの辺のところを、まあそれまあ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 、宇賀夏実だけに言うわけじゃないんですけども、他の国会議員の人たちとかもそうですけども、みんなこの辺別に歩かなくて済んだんですよきっと。ちゃんとみんな名前と住所電話番号交換していたらね、もう最終結論これですよ本当にあいつだからこれ他国の人が見たらあいつら本当にお互いに足引っ張って
肝心画面の中の目の大量発電できるわ、いつまでとっても始めん。これで人類、ね、ガッシャ続出するようなエネルギーの残存量問題がね、最終的な局面来て。絶対日本人が悪いって言われますよ、本当に。もう本当にこう、ちょっとこの件早く早急に対応しましょう、本当に。国会の皆さん、各内閣の皆さん、岸田総理、本当に、本当に早く対応しましょう。これ、もう、どうしようもこうしようもなくなりますよ、本当に。時間の経過とともに。これ、後で総理変わったりとも、大変だと思いますね。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあとにかくもう一度話を押さえしておきますけども、とにかく僕は来週、特許庁の行き、発明協会の方行きます。特許庁参加のでもうちょっとまあ書類の作り方のところに関して話詰めて一応書きますけども、まあこの件のことでどうせ成敗しなきゃなんなくなるでしょう。単独で僕が動くんであればね。それかだってもう僕の方だって方法ないからもう分かんないです本当に。僕も自分がどう動いたらいいのか。だから、とにかくかなりの当事者である高島は早く連絡と、それと国会議員の人たち、どういうふうな話になってたか、あと当事者のこの人たちに、事情を聞いてみて、できるだけ穏和な方向で、物事話進めれたらなと思います。まあ、決定的に違うのは、地下水流トンネル発電じゃないっていうことですね。どうとでも受け止めれるといえば受け止めれるような書き方してるんですけども、ただ河川の大きなね、その水門のところとかそういったものはないし、それも今更作ったって、もうそれは僕のホームページで言った方が今からじゃ絶対に手遅れになるから、それだったら門だけの特許になる、よくわからん話になるから、もうね、もう、ほら、もう早く僕の方に、僕の言ったところに協力してくれたらよかったのに話になるんですよ、本当に。で、多分今日、集まってくれてた人たち、4名ほどの人たちとかは、昔の二十歳ぐらいの頃にフルーツラパークで僕が言ってたことを知ってる人たちの可能性があるということですね。だからこの件まで踏まえると、今日ね、その高取の、これは警察官、各日本全国の警察官や検察庁の人たちや裁判官や裁判所の人たちに言うんですけども、高取の駅の前とか、他の場所でもそうですけども、何理由で正直絡んできてるか、もう僕の場合、話広がりすぎてわからないんですよ。スポーツ業界の勝ち負けだけじゃないですし、実質的に為替相場とかにも影響を与えてるし、原油価格にも、それは正当性のあることを言って、実際いくらになるかはわからないです、僕も。ただ、ある程度正当性のことを言ったら、多分こうなるだろうな、ああなるだろうなぐらいは、分かってるつもりです。ただこれは正直分かる人間なんかまずいないんですよ。政府の人間でも各企業が自由にある程度お金を使って海外と、貿易がある、海外のものを売り買いして海外にも工場がある。じゃあそのお金をどう動かすか、どういうふうなプロジェクトをみんなが持ってるか、そういったところまで分かんなかったら、為替相場動いただけだったら分からないんですよ。貿易輸出入の額からの考え方ぐらいしか、先々のプロジェクトまでか何も考えてないですから。そんなことになってきたら、正確に為替相場があれこれ言ったところで、多分円安になるだろうな、多分円高になるだろうな、もうこれぐらいの範囲なんですよ。日銀の人でも、大体でしか、わからないと思いますよ。為替介入ももちろんありますけども、実際、政府間同士で話し合って、もちろんそれがなかったら、極端な話ね、いきなり1ドル、350円とかになったら、日本も原油とかガスとか石炭とかウランとか買う、ウランはそこまでの値段じゃないですけども、原油とかガス、石炭の買い付けなんかもうとんでもない金額になってしまうじゃないですか。だからその辺のところはいくらなんでも世界中の政府の人たちは、ある程度、為替相場の金額について、意見聞いてくれて協力してくれたりはするんですけども、今日行って、ますます一人で手に負えないっていうことが分かったと。
もうこれが現実です。もうちょっとね、もうここまで来るともう僕もあの、いや、今日水本さんが特許庁、まあ、特許庁の発明協会の水本さんがもう世界云々とかあんまりそんなことを考えたら大変だからとか、何かそんなね、なんかそんな話になってました。以上です、本当にも。まあどうしよう、まあ高島や証言プラス、そう、他の証言、我が天下戦国馬の剣の証言と、もうだからもう高島やも普通に電話しても高島綾を訴える、その切ってないとか呼ぶんやから、本当にもうそれでまた時間かかるから、お金なくなって、またお金貯めなきゃなんなくなって、ほらもう皇居行ったお金も無駄遣いだし、佳子さんももうこの辺歩いてたその意味、自分から絶対声かけなきゃなんなかった意味、もうこれで分かったでしょ。訴訟費用が次から次へとかかっていって、ずっと時間かかるんですよ。とにかくみんな自分から自分の名前と住所、電話番号、とにかく教えてあげて、でちゃんと相談に乗ってあげて、こっからここまではできます、こっからここまではできません、でこの辺は協力します、この辺は協力できません、それ皆さんではっきりしましょう。ただ証言はみんなできますよねって、いくらなんでもって、本当に、あ、まあまあ、ね、一番、まあまあちょっと、まあそれは今言わないでおきますね。あの、まあ、以上です。とにかく皆さんご協力をご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、今僕ができることは来週特許庁行くことぐらい、本当に岸田さん、本当にもう本当に連絡くれなかった、もうだからもうみんな岸田さんだけ頼っちゃダメだから、各自みんな自分のできることをとにかくしよう。高島屋だったら自分から電話をかけてきてちゃんと証言すること、もしかして今日いたの初めて、あの後頭部だけ見えてた人間、もしかして高島綾、とりあえず髪の毛は染めてなかった人なんだけども、黒い服着てた人なんだけども、わかんない、もう声ももう僕の耳にちゃんと入ってないのと、もう声も覚えてないから、どんな声だったか、本当に多分僕高島綾ではなかったような気がするぐらい、しかもわかる、後頭部だけでこう、わかるわけよ。昔もこのパターンです。本当に。昔もこのパターン。後頭部だけでわかるわけよ。みんなこっち向こうって。だから、まあ、でも、だからそうじゃなくて、本当は、みんな自分から率先して電話かけてくれたらいいじゃないっていう話になるんですよ。ただ、その、それ、ただ自分から電話かけてきて、その、この間も、昨日かな、昨日か今日、羊の番号2回電話かけてきた例がありましたけど、そんなもの却下、何の意味もない、ちゃんと自分の電話番号ぐらい公開しなさいの、本当に、公文書公開と同じ、もうここまで来たらこの話、もうそれしたら隠蔽やから、番号羊なんかしよったら、本当に裁判、本気で裁判したら、はあ、僕、自分から羊で電話なんか全然かけたりしないでしょ。自分で裁判したことある人間だったら分かるから。そんなことしてたら隠蔽になるから。故意があるとしか、意図的にね、悪意があるとしか思えないってなるから。最後行動で決まるから。何回も何回も羊の番号ばっかりかけてきてるの。もう記録あるから。追跡調査、ややこしいでしょ？余計お金かかるでしょ？ね、世界中の人を苦しめてたのって自分から潔く正々堂々と何でも公開しなかった人ですよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。ちゃんと物事進むことを祈ってますけども、なんかもうずっと前から何年前からずっと同じこと言ってるような気がします。以上です。